皆さん、お席の方に、ご着席いただきながら、はい、話していきましょう。はい、よろしいですか。はい、いいですか。まずですね、今回ですね、はい、なんか声が聞こえたぞ。ちょっと待ってください。あれ、ちょっと待ってください。あれ、あ、あら、なんですか。あ、な、今駆けつけたみたいに、なんか、あれ、ステージ間違えてますよ。あれ、大丈夫ですか。サイコパスのステージが終わったから来れるんだ。あ、これサイコパスのステージじゃない。あ、これサイコパスのステージじゃない。違います、呼ばれてないんで、あっち、私。やめてください。じゃあ、ごめん、2人ぐらい出てる。1個ずれてもらっていい。え、なんて。1個ずれてもらっていい。ごめんなさい。1個ずれてもらっていい。じゃあ、すいません。あなたは、ということで、スペシャルゲスト、アキラ役の中村裕二さんでーす。どうも、花澤さんを守る、アキラ役の中村です。よろしくお願いします。あの名ばかり主人公でおなじみの拓哉です。いやいや、そんなことないですよ。あの一匹狼って言っておきながら、なんか元カノみたいな女が出てくるんですけど、ここにべったりなんか頼ったりとか、意外にこいつやり手だなっていうのが瞬間あります。はい、愛車のバイクは何があっても爆発しないんで。あのドラゴンなんとかボールみたいに、あのどんなに服が破れても股間だけは大丈夫みたいな安心感があるんで、ね。でもアニメになってですね、よりなんかシュッとした印象がありますね。あ、ただあの声帯は僕なんで、なんのこのおっさんみたいな声はと思うかもしれませんけど、これが正解なんで、なんとか、あのかっこいいキャラが好きな人はこっちのアキラっていうのがいるんで、アキラの方が主人公みたいに見えるねって誰かが言ってたんですけど、まあ大体合ってます。はい、そんな中でね、僕もアニメジャパン出まして、うん、杉田さんと出たステージがあったんですよ。あ、消滅都市ですね。消滅都市の、はい、もうね、登壇数が多すぎて話すことないっていうね。あ、アニメジャパンってワンステージ40分ないぐらいだからさ、ね、あれね、都合最終的に11人ぐらいステージいたのよ。うわ。だからさ、うわ、喋ることがなくてさ、はい、かといってだんまりしててもあれかなと思ってさ、マイクを下げて杉田と雑談してたからね。いやね、多分それはマジで声優さん方悪くないというか、俺から言わせてもらいたいのは、あの MC がめちゃめちゃ辛いから、あ、ただただその出演者を増やすのやめてほしい。MC もキャストがやってたの。マジっすか。うん、キャストの一人の方が MC をやってた、うん、辛かったでしょうね。そりゃ頑張ってたよね。すごい大変そうだったけど、11人で都合30分40分じゃ回せない。あと、うん、なんか新作のゲームの方パートの紹介になると、うん、俺ら誰も噛んでないから喋、ね、れなくて、うん、全部そのディレクターの方が喋ったりとかしてるから、まあそういう点でね、まあ別に無駄ではないんだけど、うん、出ることがね、ただまあなんか喋れなかったなっていうだけで。いや本当に喋る余地ないです。喋る余地がなかった。なるほどって聞いて終わるっていう。アリーベデルチ。